文国は、三世紀に、日本列島に存在したとされる国の一つである。三国市、義書・東遺伝の通称、義氏和人伝や、北氏和国伝によれば、文国は、那国から東へ百里の位置にあり、長官は他も、副官は、ひな森と呼ばれ、千余の家がある。東高いたり、文国百里間曰く他も副曰くひな森優先。 あまり厚島国から那国までは、諸説ほとんど大差がないが、九州説と紀内説では、妻国と山大国の位置が大きく異なり、直行説では、富国は、その二国への経路にあたる。そのため富国の否定値が、九州説と紀内説の分かれ目ともなる。内陸部と見る説には、海や、ほなみ、太宰府付近、滋賀島、方郡津谷崎とする説がある。富国から、 再び水行となるため、海に面したところだとする説では、箱崎、か谷郡新宮町、福津市、行橋市、築城郡築城町などの説がある。また、立行水行の記事が他国への同定記事と異なり、異質であること、現存する最も古い記録の儀略の記事において、立行水行や妻国の記事が存在しないことから、これらは構成写本した。 際の混入記事で実際には、富国から山大国まで南行をするだけであったとする説もある。大法軍から富国までの皇帝について、義手話人伝や北手話国伝には次のように記述されている。ありがとうございます。